はい、皆さんこんにちは、ロットです。今日ね、超ジューシーさん限定のね、降臨のグレンが、降臨したので、ね、早速攻略していきたいと思います。で、今回またね、アスナ艦隊ということで、すいませんね、またなんかアスナ艦隊動画続きで、アスナがね、適正なんでね、よかったら見てください。はい、でこれはね、ちょっとね、このクエストなんですけども、まあヒット回数バリアが、まあ、ゾンビと、ボスとかバフムートに展開されていて、であとはそのなんていうんですかね、減速壁もうほぼなんか粘着減速壁なんで、もうね、本当にガチで攻略しに行く人だったら、もう減速壁のキャラ入れてもう周回するのが一番いいです。アスナとかはね、なるべく入れないようにして、普通になんかね、同時切りとか、あと今回の超獣神祭の限定のね、ハレディアとか入れて、まあ攻略するのが一番無難ですね、適正なんで。でアスナはね、もう友情コンボで潰していくって感じですね。はい、こういう感じで減速壁結構うざいんですけども、頑張ってね、気合で立ち回っていくっていう感じですね。こんな感じで、はい、友情コンボを発動していきますと。はい、でこれね、レッドさんのね、超バランスアスナとボスっぽくのね、超バランスアスナで、もう最強かわいいアスナっていう感じで、もうね、出来上がっちゃってるんでね、よろしくお願いします。はい、でこういう感じでね、やっぱ一回バリア壊してから、殴りでバリア壊してからボスにダメージ与えないと友情コンボね、全く意味がないので、まあ、ちょっとそこはね、注意してください。こういう感じでね、もう粘着なんでね、これも。でアスナのね、あとめちゃめちゃ強い点が、遅延が強いです。はい、あとはソウルスティールが強いです。あとは何だろうな、遅延ソウルスティール、まず殴りも、まあまあまあ、初回だったら、まあ減速壁貼られてない時だったらもうね、十分ですよ、殴りとしては。もう十分に最強キャラなんで、はい、こういう感じでね、友情で解けるんでね。で他にもね、ローレライとか結構まあ入れて勝ったよみたいな報告があったんで、ね、全然ローレライとかでも、まあそこら辺の友情強いキャラだったら全然いけます。でも僕はね、アスナですね。アスナ派です。可愛いんでね、アスナ。で、ここでバフムートが出てくるんですけど、バフムートも、ヒット回数バリア持ってるんで、まあ、そこも壊していかなきゃダメですよっていう感じですね。はい。これで、倒せ。はい。ちょっとね、このバフムートね、地味に硬いんでね。あと、イザナミかな?イザナミに出てくるバフムートみたいに、なんか攻撃放ってくるんで、ちょっと注意ですね。普通に攻略する場合は、そのバフムート、まあ、ゾンビがいたらね、ゾンビ、雑魚、ボスみたいな感じで倒していくのが一番いいですね。粘着壁。これは、はい、アスナの友情を使って倒していきますと。で、まだ解けないの。ボスがちょっと硬いんでね。これもね、友情を使って倒していきます。もうね、殴りではほぼ戦えないんで、アスナはね、はい、優勝コンボで倒していきますと。っていう感じですね。はい。で、ボス戦も基本一緒ですね。はい、こういう感じで、まずね、ネクロンから倒していきます。ネクロンから倒して、まあ、ネクロンもね、バリアを張ってやるんで、一旦ね、バリアを壊してから、アスナの友情、ね、アスナ艦隊で行くと、アスナの友情を発生していくっていう感じですね。これも、アスナの友情を、まあ、ちょっとね、発動させつつ、今のはね、バリアを壊していくっていう感じですね。基本ね、バリアを壊してからじゃないと友情を通らないんで、そこはまあ注意ですね。で、まあ、ここもちょっとね、一旦下にちょっと配置して、うまくね、あ、左下に出ましたね、今、完全に。これもね、ちょっと、こういう感じで、その友情を発動させませんでした。そうですね、これもどうしよっかな。ギリギリ触れんのかな、これ。あー、惜しい。右下これ。次からどう?どうは次っぽいな。これね、ギリギリやってられる。これギリギリ。OK。
はい、友情あります。ちょっと痛いですね、これ。これもちょっとギリギリいけるから、はい。で、次が左上か。左上は拡散弾だったかな、確か。まだいきますね。はい、強いですね。めちゃめちゃアスナ。いやーもう気持ちいいですね、この超絶ホーミングの削れ方は。やっぱね、無限の可能性秘めてますね、アスナ君は。はい。で、ここね、バームートがいるんで、バームート、まあ、ちょっとね、ちょっとここで遅延1本打ってきます。まあ、ちょっとめんどくさいんでね、バームートはバリア1回壊れ、まあ、絶対ね、この時全部1回なんで、バリア1回で壊れて、まあ、そこからダメージが通りますよって感じですね。で、遅延入れてきます。はい。ここがね、原則コベン祭りと。たところですね。ちょっとこれもね、1体でいいからね、アスナ艦隊で行く人は1体でいいからね、もう友情発動させていくと、こういう感じでね、めちゃめちゃ削れますよって感じです。はい。これも1体、1体でいいんで、1体で、はい、削れます。でね、だんだん集まってきて、次2体と。ここね、アスナ強いですよね。減速壁に配置できるっていう。はい、強い。あ、いやー、次ちょっと、うわー。ちょっと次、アスナ、はじめが良かったですね、SS 持ってる。ちょっとね、これ、SS 切らしちゃってるアスナで開始だったんで、まあ、そうですね。SS 開始のアスナでね、始めるようにしました、必ず。で、ここね、ヒット回数バリア張ってるやつが4体いるんで、バームーンとゾンビと、あとボス。なんで、ちょっとね、厄介なんですよね、ここ。でも、アスナだったら、こういう感じでね、ちょっと時期を変えてるんでね、SS に。こういう感じで、ちょっと走れるんで、ちょっと走れるんですよね。で、これ追撃で、ちょっとダメージ入りますよっていう感じですね。はい。次ゾンビの蘇生入っちゃって、またバームとか蘇生されていくっていう感じですね。そうですね、これはどうしようかな。ちょっとアスナ使って、あと1本残ってるんでね。OK。はい、OK。ゾンビに入りました。で、これでね、蘇生はなくなって、あと1本ね、遅延残ってるんで安心ですよって感じですね。で、これもね、もうね、いい感じに配置してあるんで、バハムと。あー、ちょっと残るか。はい。これは、そうですね。これも、まあ、バリア壊してから誘導発動させるって感じですね。はい。でもね、あとボス1体。ボス1体ですよ、あと。で、これも、うわ、ちょっとこれ厳しいな。これ厳しいんで、ちょっとね、最低1体。いけ、当たれ、よし。当たった。で、ここちょっとね、HP がね、今までのやつよりちょっと多いんでね、ちょっとここは油断禁物ですね。はい。で、ここも、そうだな、ちょっと厳しいかもしれない。OK。OK、弱点に超絶ホーミングが入ってると。で、次も、次遅延かけられるんで、次どうしようかな。左にいるアスナが一番いいかな、多分。あー、厳しいか。どうしようかな、これ。あ、これで多分いけるんじゃないかな。一回当たれんじゃないかな。地獄乗ってるから、OK。で、配置して、遅延かけます。はい、で、こういう感じでね、遅延もね、めちゃめちゃ入るんですよ。で、これは、ちょっとね、こっちに配置させます。配置して、次のね、アスナ、3P のアスナで、もうね、死んでやっていくって感じですね。移動はしない。OK。勝ちました、これ。はい、OK。これで、あー、まだ残る。まだ残るんで。はい、OK。勝ちました。今回もね、アスナ、適正力ということで。皆さんもね、よかったら、使ってみてください。ということで、まあ、ちょっと真面目な話をしていくんですけども、アスナ艦隊ではなく、普通に行く場合はね、普通にガチで周回する場合は、同時期とか、今回の鳥獣の限定のハレルヤとか、まあ、貫通枠でも全然大丈夫です。ヒット回数バリアは1回で壊れるんでね。グリム兄弟とかもね、全然友情が通るんで、まあ、強いですね。回復も持ってて。で、あと、まあ、風神雷神とかね、機動力もあって、全然戦えますね。っていう感じですね。まあね、無課金枠だったら、バサコとか、アジンキラー持ってて、火力高いんでね、一発の火力高いんで、あとはノクターンとか
SS でね、めちゃめちゃ動くんでね、そこら辺適正なんでね、まあ行く人はそこら辺使ってみるといいかもしれませんね。ではまた終わります。